こんにちは、レイセンです。今日は11月26日金曜日になります。実験生活1321日目、不老不死週3、4絶食26日目と、大体小食、粗食とドリンクで生活実験47日目です。天気は晴れ、現在時刻は正午12時5分前ですね。で、今日は食べる日の2日目なんで、買い出し行ってきます。で、有機豆乳とかの、補充ですね。絶食2日分がちょっとないもんで、補充と、あと生揚げとか甘栗とか買っていきます。そんだけかな。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。有機豆乳を300。今日は天気いいね。めっちゃあったかいね。いつもこんな感じだっていいんだけど。で、グリーンスムージーを200。ちょっと12時にイベントあるんでね、早めに入れて、で、その後買い出し行ってきます。で、水、神社の井戸水を300。したら、イベントやってちょっとゆっくりしたら、買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まずこれ、焼肉のタレですね。ちょっとシール貼ったんで見えないけど、あのキッコーマンのすき焼きのタレ、今日3箇所行って探したんだけどなかったんだよな。あれどこで買ったんだっけな、覚えてないんだけど、最悪ネットで買うけどさ。とりあえず、すき焼きのタレ。これ、元気のプライベートブランドなんだけど、安くなってたんでね。で、原材料名、醤油、糖類、かっこ、加糖、ぶどう糖、液糖、砂糖、とじ、ニンニク、醸造酢、リンゴ、加工品、食塩、味噌、ごま、発酵調味料、蜂蜜、唐辛子、レモン果汁、胡椒ですね。で、添加物が、調味料、かっこ、アミノ酸、糖、着色料、カラメル色素、主成、増粘剤、加工澱粉、キサンタンガム、ビタミン B1、酸味料、酸化防止剤、ビタミン C、で、一部に小麦、大豆、リンゴ、ごまを含むってありますね。だから、動物性のものはほぼほぼ入ってないですね。添加物の中の加工澱粉、これ何使ってんのかわかんないんで。そこ怪しいぐらいですね。キサンタンガムってどういう風に作ってんだっけ、あんまよく知らない。一応ね、添加物以外のところにおいては、動物性のものはないもんで、で、ちょっと気になったんでね、焼肉のタレを厚揚げ、ね、厚揚げにつけるっていう、ちょっとやってみようかなと思ってさ、今のところすき焼きのタレで、添加物の入ってないね。これ飽きにくいな。跳ねそうだし。あれが一番いいんだけどね。味結構いいな。これはこれで悪くないな。悪くはないな。辛みがちょっとあるね。油も入ってないもんで、アミノ酸等が入ってるから、カラメル色素も入ってるし、その辺だけネックだけど、油入ってないの大きいんでね、ちょっと使ってみようかなってとこです。で、補充ですね。お米、これ1。あと、グリーンスムージーですね。この辺の補充。と、で、有機豆乳ですね。これ3本。補充。で、これ、ミーノミックス大豆の重いってやつですね。
これ原材料名木大豆、中国黒大豆、枝豆、植物油、食塩、添加物は酸化防止剤ビタミン C ですね。内容量 30g。 カルビーが出してる。木大豆で読み方いいのかな、大大豆かな。製造所は滋賀県だな。 B って書いてあるね。滋賀県ですね。まあなんで大豆3種類を油で揚げて塩で味付けしただけってやつだね。まあ、これもしかしたらね、まあ油で揚げてるんで、まあ心臓には悪いんだけどさ、もしかしたら、まあ間食としてね、使えるかもしれないんで、まあ実験っていうか試しにね、一回食べてみようかな。あとは大爆笑。これ2袋。と、人参ジュースですね。と、これニコヤ本店さんの生揚げ。今日は汁が外に出てなかったね。で、お勤め品の五目生揚げ。と、お勤め品の絹厚揚げですね。うん、酒宮さんのやつ。これはまあいいよね。まあ、処方剤とか入ってるけどね。こんな感じです。でね、なんか朝からね、さっきの買い出し中ずっとなんだけど、なんか心臓のあたりが若干ちょっと重い感じがあるんだよね。これ、油取った時の症状なんだよな、油。そうするともう、なんか、あれしかないって感じだけど。あの土地用の油揚げですね。多分あれが影響してんじゃないかなって思ってます。そしたらちょっと味、すき焼きのタレ、今からまあこれ厚揚げ取っていくんだけど、焼肉のタレを使ってみようと思うんで、味的にどうかなっていう。まあね、まあ十中八九っていうか、ほぼほぼあのキッコーマンのすき焼きのタレが一番だと思うんだけどさ、この他もね、試せるうちに試せるものは試しておきたいみたいなところがあるんで、だいたい固まって安定したら他のやつは一切買わずにね、もうそれ一本でいっちゃうみたいな状態にまあ、なっていくと思うけどさ、で焼肉のタレかけて、で食べる、油が入ってないっての大きいよな、でニンニクが入ってるんでね、ニンニクがどう影響するかですね。やっぱりすき焼きのタレかな。すき焼きの方がいいな。そう別にって感じだな。そう別に美味しいってこともないか。まあこれだね。すき焼きのこれと、これ。まあ結局ね、この間のキューピーのね、ちっちゃいやつはね、ちっちゃい玉ねぎの細かいのが入ったやつと、このポン酢と、まあ、どっちがいいって言われたらね、キューピーの方だな。あのちっちゃい方ですね。あっちの方がね、味がいい。味が美味しい。これなんかね、なんかデロンとした味ってのかな。ちょっといまいちだね。なんか買うんだったらあのキューピーの小さい方ですね。あっち買って、で、まあ、すき焼きのタレちょっとかけて、で、その上にね、玉ねぎのやつを乗っけるみたいな。あと、これ、もろみ、もろきゅう、もろみ。これ結構ね、まあ、味的に最初ね、そう大したことないっていうか、まあ別にいらないかと思ったんだけど、取ってるとね、割と病みつきになるね。意外と病みつきになる。これあったらあったでいいなと思った。値段もそんな高いもんじゃなかったし。したら、厚揚げ、順番に取っていきます。で、甘栗とか、人参ジュースも今日1本取るし、で、これもまあ、どっかでね、感触として。あ、今から。ちょっと味見しようかな。この
感じですね。うん、こんな感じ。うん、特になんか匂いとかないな。うん、これね。ああ、すごいなんか油が染み込んでるって感じだな。3種類とも味があんまないな。あんまりそうなんかはっきりした味はないっていうか、美味しいかって言われたら微妙だな。油がくどいな、これすごい油っこいっていうか、めちゃめちゃ油が染み込んでるって感じだね。そう味がいいわけでもないし、体に良さそうな感じでもないから、これはないな。これはない、もう二度と買わないかな、さすがに。あれコンセプト悪いな、これ。油で揚げずにただの炒り豆っていうのかな、炒っただけで塩、まあ質のいい塩ね、厳選された粗塩で作ってたらまだありだったかなってとこですね。油で揚げちゃったんで台無しかな。そしたら通ってきます。次入れていきます。神社の井戸水を300、そしたら取ってきます。次入れていきます。神社の井戸水を300。あ、マグリ食べてるとね、水が欲しくなるんだよね。まあ固形物全般そうなんだけど、割と喉乾くね、甘栗。したら取ってきます。今10時ですね。そしたら計測入っていきます。ベスト測っていきます。正面、側面、背中、75ですね。血圧117の78です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間10時間ほどとっています。今日いいんだよね。午後5時から6時半までの1時間半と、翌日午前1時から9時半までの8時間半。合わせて10時間ですね。なんかちょっと今日喋りにくいな。やっぱ滑舌の練習しないとあかんな。ウイロウリ。やらないとあかんな、あれ。で、ジョギングは今日もなし、ウェイトトレーニングもなしです。日中の室内温度午前11時40分頃計測で23度。湿度は 34% でした。飲んだもの、有機豆乳、今日は1杯だけなんで 300ml。グリーンスムージーは200。あと、人参ジュース 720ml。で、水は神社の井戸水で900です。合計が 2120ml。水900のため、実質は 1220ml になります。まあ、いつも通りですね。
で、これプラス固形物。今日は絹厚揚げ1パック2枚入り。あと、ミーの 30g。で、生揚げ 300g。五目生揚げ1枚。甘栗大爆笑 600g ってところです。この甘栗大爆笑なんだけど、昨日食べてたじゃん。ね。で、480g。まあ、2パックだね。2パック全部食べたと思ってたんだけど、思ってたんだけどね。あれ、大爆笑って一袋の中に 120g が2袋入ってんだよ。一パックの中に 120g が2袋で 240g なんだけど、その2袋入ってるうちの一袋だね。120g がね、まだ食べてない状態で、あったんだよ。まあ、残ってたんだよ。うん。大爆笑はね、いつも電気アンカー入れてるクラーバッグだね。うん、あとのいつも座ってるところの右に置いてあるブルーの、うん、クーラーバッグの中に、まあ、大爆笑入れてあるんだけど、でそっからまあ取り出して食べるみたいな感じなんだけど、まあ、電気アンカー入れてあるもんでちょっとあったかくなるんだよね、うん、栗が少しあったかくなってほんのりとね、まあ、そっちの方が食べやすいもんで、うん、まあそうしてあるんだけど、まあ、ちょっと汗かくけどね、うん、なんか水滴がついちゃったりするけどなんだけど、うん、そのクラバッグの中にね 120g 一袋まだ残ってて、うん、昨日全部食べたと思ったんだよね。480、うん、食べきったと思ってたんだけど、実はね480じゃなくて360だったってとこですね、うん、一袋は食べてなかったんだわ。でそれを今日食べたもんで、これだもんで480プラス120で600ですね。今日 600g 取ってるんだ。まあそんな事情、いきさつまあそういうのがあったってとこです。で、漢方なし、香辛料等もなしです。尿回数が3回ですね。で、濃さ薄め、量は平均的な量でした。この3回がちょっと怪しいんだよね。今日こんなに少なかったかなっていう、っていうかね、まあ記録自体はね2回になってたんだよ、ついさっき見て。うん、2回だったんだけど、いやいやいや2回のはずないなっていうね何回かそういえば立ち上がってトイレ行ったような気がするなって。いや、トイレ行って寝ぼけた状態でトイレ行って、で帰ってきて記入したつもりが記入してなくて寝ちゃ、また寝ちゃったっていうね、そういうことがおそらくねあったんじゃないかなって思うんで、でちょっととりあえず3回にしたんだけど、今日はねちょっと正確じゃないね、尿回数が正確じゃない、おそらく記入忘れがあるんじゃないかなと思っています。ないかもしれないけど、まあ3回前後だと思う、このぐらいだと思う、あと多くても1回ぐらいですかね、で2回から4回の間だと思うんだよな。ちょっとあやふやですね今日は。で、大便が今日1回ですね、出てます。午後6時45分頃、色褐色、チューブとバナナ状20センチプラス小粒で6粒ぐらい、いやいや固めで匂いはなしってところです。まあこのぐらいの長さかな、まあ3回ぐらいかな出てて、でまあ合わせると20センチぐらいかなってとこですね。で最初の方でちょっと粒がねポチョポチョポチョっと落ちたもんで、まあそれが6粒ってとこです。まあ、絶食してる時の便に近いっていうのかな、まあ固めのね。でおならは時々ありで、匂いは少し臭いってとこです。今日匂いがあったんだよ、少し臭かったんで、明らかに少し臭かったんだよ。でこれおそらくね甘栗だと思うね。やっぱね甘栗をたくさん食べると臭いおならが出るな、間違いないなこれ、だこの間キヌーラ食品さんの甘栗ね食べてて、あれ 650g だからね、で今日 600g じゃん、なのでこのぐらいの量を取ると臭いおならが出るようになるっていうね。だから木村職員さんのやつがなんかちょっと火の取り悪かったとか、中途半端なね熱の加え方とかで、まあ質が悪くって、でお腹の調子が悪くなって臭いおならが出たっていうわけではないかもしれないですね。単純に量の問題っていうかね、たくさん食べると臭いおならが出る。ただ木村職員さんの時はね明らかにお腹の調子悪くなったんでね、
臭いおならも別、まあ臭いおならも出たんだけど、それとは別にね、ちょっとお腹の調子が悪くなったんだわ。うん。まあちょっと重くなったっていうか。うん。なんだけど、大爆笑の方はね、ならないんだよ。お腹の調子は悪くならないんだよ。ただ、臭いおならが少し出るっていうね。まあ少し臭いおならが出るって言った方がいいかな。うん。はあるけど、でもお腹の調子悪くならないんだよね。600g 取っててさ、ならないから。だから大爆笑は大丈夫なんだよ。だけど、木村食品さんの方は、なんかちょっとお腹の調子悪くなったんで。でもね、あの時の食べ合わせとかもありそうなんだよな。うん、だから、あんままだね、正確にはちょっと言えないんだよね。本当に木村食品さんのやつは、お腹の調子が悪くなるのかどうかっていうの。で、1回目は確かお腹の調子悪くならなかったんだよね。で、2回目はなったんだよね。だから食べ合わせっていう可能性もあるんだよな。またちょっとね、買ってみてね。で、実験してみようと思うんだけど。まあ、そういう感じです。まあ今まで一応試した感じ、大爆笑が一番いいですね。で、まあ大爆笑は変えるうちはね、まあ大爆笑でやっていこうかなと思っています。やっぱね、安定してる大爆笑は。お腹の調子もその、まあ、悪くならないから、安定してるんだわ。ただ、この量取ると、ちょっとね、おならが臭くなるっていう。まあそんだけですね。今日の計測時刻午前10時頃です。昨日よりも30分ほど早いですね。まあその分 0.05 キロぐらいは増えてることになります。体重 65.50 キロ。昨日に比べて1キロの増加です。なんで今日割と増えちゃってんだよね。で、BMI 20.7 でプラス 0.3。体脂肪率は 17.5% で 0.8% の増加です。0.8% なんでね、今日割と体脂肪率も増えちゃってますね。で、血圧117の78、最高血圧プラス4、最低血圧マイナス2なんで、血圧がなんか若干上がってる感じですね。脈拍77でマイナス9、ウエスト75センチで5ミリの増加です。脈拍は下がったね。今日風呂から出てそこまですぐに行ってわけじゃないからね。少し時間経ってたんで、まあそれで落ち着いたかもしれない。あと昨日は湯船に使ってるけど、今日はシャワーだけなんでね。で、最後、冷水今浴びてるけど、だから体がそんなに熱持ってないっていうのかな。まあその辺もあって脈拍が下がったんじゃないかなっていうとこです。ウエストに関しては、まあ朝ね、なんか取ったわけじゃないんで、単純にまあ昨日食べた量の問題かなってとこですね。なので、まあ体脂肪率も 0.8% 増えてるもんで、なのでお腹もちょっとね、ウエスト周りもちょっと膨らんでんじゃないかな。単純にね。で、今日の気づき。まず油揚げですね。今日ね、なんか朝から、まあ、買い出し中までね、途中でも話したけど、なんかね、心臓がちょっとずんと重い感じっていうのかな。なんか痛みまで行くと、まあ、かすかにね、かすかに痛みみたいなものもあるかな、みたいな。そんなしんどいわけじゃないんだけど、ちょっとなんかね、心臓にずんとくる感じがあったんだよね。だけど、まあ途中で消えた。生揚げとか食べてたら消えたんだわ。生揚げ食べてから消えたね。なので朝と買い出し中だね。はあったんでずっと。まあもしかしたらね、これも好転反応かもしれないですね。絶食の時に出る。特に絶食2日目に出る時のね、症状は好転反応なんでね。まあ間違いないと思う。なんだけど、いつもはこんな出てこないからね、心臓に痛みなんて。って考えると、やっぱ油揚げですね。土地用の油揚げ。今まででもね、その油で揚げたものですね。を取ると心臓に来るんだよ。いつもそうだね。油を取るとね、心臓に来るんだよ。ダメージがね、それと同じ症状だもんで、だから油が原因で間違いないと思うんだよね。まあ可能性が一番高いっていうのはね、油なんだわ。で考えた時に、もうあるのはもう土地用の油揚げしかないんだよね。怪しいのはもうあれだけなんだよね。
あとまあピーナッツバターとかみかんね、甘栗、あと五目生揚げと、あとにこや本店さんの生揚げ焼き芋だったんで、まあ、この辺はまあ大丈夫でしょう。まずね、今まで散々やってるからね。ってなるとまあ土地用の油揚げしかないんだよね。あれがね、油がすごいきついもんで、であの1枚ペロっていっちゃったんだよね。あれがまあ効いてるんじゃないかなっていう、まず間違いないと思うんですね。なので、あの土地用の油揚げは美味しいんだけど、美味しいんだけど、まあ年配の人はね、あの直接ね、直接1枚ペロッと食べるのやめた方がいいですね。多分心臓に来る、まあ料理に使うか、まあ4分の1枚ぐらいにとどめとくか、まあそのぐらいですね。そのぐらいにしといた方がいいと思う。まあ1枚食べるのはちょっと危険ですね、あれ、油の取りすぎになっちゃうね、なんでおすすめしない、年配の人にはね、おすすめしない、まあ、若い人はいいと思う、ね、まあ10代20代だったらまあ平気じゃないかなと思うけど、まあそんなところです。油は要注意だね、やっぱり、要注意。とにかく油で揚げたものだね。で今日あのミーノを初めてね、あれ初めて見つけて食べたんだけど、まあ美味しくないな、あれ美味しくないって、なんかね、油で揚げた感じはね、すごいなんかもうジャンクフードっていう感じっていうか、なんか油が染み込んでて、味もいまいちだし、なんか食感も悪いし、ほんとなんかクズっていう感じだったねクズのなんか、食べ物っていうかな、お菓子とも言えないような感じだったんでね、なんかお菓子っぽくもないし、普通のなんか食事って感じでもないし、完食っていう風でもなんかね、質が悪いっていうか、ほんとなんかクズって感じだったね味もなんかいまいちだしな、あれはダメだろうって感じでしたね、あれはダメだろう、まあ買わない方がいいですね、あれは。あれ買うんだったら普通の煎り大豆の方がいいっていうか、まあイカリ豆の方がいいですね。あれ買うんだったらね、イカリ豆買った方がいい。まだね、まあおすすめしないですね、あのミーノは、あれは開発がダメだろう、まあ売れないんじゃないかな、あれ。まあそんな感じです。で、あのキッコーマンの素材5選のすき焼きのタレ、あれがまあ今までで一番美味しくてよかったんだけど、添加物も入ってないし、味もあの割り下ね、あのちょっと高い今半の割り下よりも美味しいもんで、あのキッコーマンのやつが一番いいんだけど、あれがね、今日お店3カ所回ったんだけど売ってないんだよ。あれどこで買ったんだっけなって覚えてないんだよね。なんかね、ちょっと気になって、でなんとなしに買ったような気がするんだけどね、すき焼きのタレも今試しとこうかなみたいな感じで買った気がするんだよ。だこの辺のスーパーで買ったのは間違いないと思うんだけど、でおそらくあれ安くなってたんじゃないかなと思うんだよね、確かね。あんま覚えてないんだけどさ、安くなってて買ったような気もするから、売れてなくって、でもう商品店頭からね、レギュラーから外されちゃったのかなっていうね。今日お店回ったんだけどさ、なかったんだよ、どこにも売ってなかったんだよね。でネットで調べたらアマゾンで1000円だったんだよ。1000円はちょっとなって感じだねあれで1000円かよみたいな、今半よりも高いじゃんなって。まあ味は今半より美味しいけどさで1000円だったらまず買わないよねっていうね、自分の中でね、1000円のすき焼きのタレなんてまず買わないと思うから、あれ多分300、400円ぐらいだと思うんだよな。だけど素材確かにいいもんで、他の300、400円のやつってね、加糖ブドウ糖液糖とかさ、添加物とか使ってたりするんだよ。でもあれ素材5000で添加物も入ってないし、物がよくって500ミリ入っててだから、あれで300、400円だったらもう絶対買いなんだけど、もしかしたら本当に値段1000円ぐらいすんのかなとか思ってた。とにかくね、アマゾン見ても1000円でしか売ってないんだよね。で、近くのスーパーも売ってないっていうね。あれなんかちょっと謎だね。すごい謎だね。
もう覚えてないんだよ。あれ買った時のこと覚えてないんだよね。どういう経緯で買ったっけなって。まあ前の動画ね、昔の動画見たらまあいいんだけどさ、見てられないもんで、うん、そんな時間はないっちゅうね。ゲームもあるから。まあいいや、買えないなら買えないでしょうがないもんで。あれ1000円だったら、まあ今半が700円ぐらいで買えるもんで、まあ今半がちょっと候補に入ってくるかなって感じですね。まあ他のやつもね、いろいろ試してみて、いいやつがもしかしたらあるかもしれないんで、あ、これ美味しいみたいなね、すき焼きのタレがね、あるかもしれないんで。まあ添加物の入ってないやつだな。添加物の入ってないすき焼きのタレ。で、あと動物性のものが入ってないやつだね。すき焼きのタレもね、結構いろいろ見てたらね、やっぱかつお節だね。かつおのエキスが入ってるものが割とある。だけど、ああいう素材汚染みたいな、ね、動物性のものもね、入ってない。添加物も入ってないっていうね。ああいう上質なものってほとんどないんだよね。だけど、まあ探してみてね。あ、これならいいかな、試してもいいかなっていうものがあったら、まあちょっと買ってみてね。で、味確認するっていうのはありかなと思ってます。で、今日顔ね、見たらね、割と良かったんだよ。今日の顔は割と良かったんだよ。で、食べる日ですね。食べた日で顔がいいってあんまりないんだよね。今までなかったよね。大体なんかちょっと老化した感じになるんだけど、今日の顔は割と良かったんだよね。だから、あの、生揚げと、あと、甘栗ですね。生揚げと甘栗で、まあ食べる日はね、やるのが正解かなと思った。まあ人参ジュースはもちろんね、人参ジュースとトヤミックスと水は、まあ液体の方はね、いつも通り取るんだけど、固形物の方ですね。固形物の方は生揚げと甘栗ですね。これでやると顔の状態が悪くならないっていうね。これでかいね。めっちゃでかいね。ようやく見つけたかなと思った。生揚げと甘栗ですね。なので、今後ね、今後これでやっていこうかなと思ってます。で、生揚げは、まあ、どのぐらいの量を取ったらいいのかっていうのもね、まあ、見ていきたいし。まあ、減らせば、減らしたら減らしたで、その方がいいと思うんだけど、あと体重と体脂肪率のね、バランスもあるんでね。今日すごい体重体脂肪率増えてんだけどさ、よくわかんないんだよね。だから甘栗って意外と増やすかもしれないね、体重体脂肪率を。まあ木の実、ナッツ類って油分結構多いからさ、ピーナッツとか多いよね、すごいね。ピーナッツとかアーモンドとかさ、ナッツ類結構ね、油多いんだわ。なんであの甘栗も結構油多いかもしれないですね、あれ。これだもんで、まあ脂肪がね、割とつくみたいな。もしかしたらね、あるのかなってとこですね。今まで、でも昨日は甘栗大爆笑を取ってて、0.5% 体脂肪率減ってるんでね、どうだろうって感じですね。そこまで関係あるかなって。で、ミーノが結構油使ってるんでね、ミーノが、まあ影響を及ぼしてる可能性もあるんだけど、まあちょっとね、今後生揚げと甘栗ですねでやっていくんで、食べる日は、明日明後日は絶食の日なんで、まあトヤミックスと水で、まあいつも通りねやるけど、でその次だね、しあさってかな、は食べる日のね初日は、まあ、甘栗と生揚げですね。で、やる予定です。だから今後しばらくは、そういう形でね、生揚げ、甘栗でやってみて、で、顔の状態とか、あと体重、体脂肪率の具合を見るってとこですね。もしかしたらもうこれだけでね、まあ、絶食の日にちょっと体重、体脂肪率落ちても、生揚げと甘栗で元に戻せるっていうのであれば、まあ、ずっと続けていけるし、生揚げは家にね、いる時じゃないと、まあ食べられないけど、甘栗だったら、まあ持っていけるもんで、どこにでも。まあ、仕事先とかに持って行って、昼食は甘栗みたいなね。楽じゃん。昼食甘栗って楽だよね。そんななんか手が汚れる感じもまあないし、多少汚れるけど、まあ知れてるわな。まあおしぼりも一緒に持ってったらいい感じだし、まあ、別に手洗えばいいだけのことだし、あと出るゴミって言ったらね、栗の皮ぐらいのもんだから、
それはまあ袋に入れて持ち帰ってきたらいいだけだし、なんかそのね、腐る要素もないしさ、甘栗腐らないじゃんな、日持ちもするからね、うん、使い勝手もいいし、なんでまあ仕事をするようになってからでもずっと続けられるっていうのかな、甘栗と生揚げでやるんだらね、家に帰ってきたら生揚げ食べるみたいな、まあ帰りにスーパー寄ってさ、で生揚げ買ってさ、うん、で帰ってきて食べたらいいだけなんで、まあ楽っちゃ楽だよね、うん、あとまあトヤミックス作るぐらいで、うん、まあ、出かけてる時は水でいいわな、水と甘栗でいいわな帰ってきたらトヤミックスと生揚げ取るみたいな、そういうスタイルでやってたらまあずっと続けられるよね、うん、それでやっていこうかなって今思っています。甘栗もまあ飽きてきたらちょっとどうしようかなって思うけど、まあ時々マクロビハービスケットとかね取って、まあ基本は甘栗でねやるみたいな、うん、そういう風でもいいかなってとこです。うん、やっぱね砂糖を取らないと楽だな、精神的にも楽だし、うん、まあ調味料を除くって感じでね、うん、一応すき焼きのタレは結構砂糖入ってると思うんで、あれ、まあ、調味料以外のところでね、うん、砂糖はまあなるべく取らないようにするっていう、まあ、どうしても欲しい時はマクロビハビスケットですね、うん、まあ、この辺がいいかなって感じですね。あのフーちゃんも美味しいからな、まあ、時々食べたいなと思うけど、うん、あれやっぱでも食べるとな、精神状態ちょっと悪くなるんでね、まあ取らないに越したことはないなってとこです、うん、まあそんな感じです、うん、一応進歩があったね、前進したね、うん、少し前進んだ、うん、固形物は生揚げと甘栗ですね、これでやるっていう、そうすると顔の状態がまあ、あ割といいっていうとこですね。食べる日に老化しないのであれば、うん、若返っていくよね、絶食の日にだんだんとね若返っていけば、なので食べる日にプラマイゼロあるいはプラスちょっとプラスぐらいね維持できるのであれば、食べない日絶食の日にね若返った分だけどん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 若返っていくわけだ。そしたらいつかね、いつか二十歳ぐらいになるわな、そこに持っていきたいっていうところです。ただまあ絶食の日は必ず 1.5 リッター絶食ですね、うん、1.5 以上取るともう若返んないもんで、1.5 リッターでトヤミックスですね。まあこの辺で、まあしばらくね実験進めていこうと思っています。そんな感じかな、うん、最近ねラグナドールちょっと飽きてきたんだよね、うん、なんか周回がね割とめんどくさいめんどくさくって、でしかも頻繁に落ちるもんで、うん、通信エラー落ちするもんで、もうなんか嫌になってきたねあれねあのエラー落ちがなかったらねいいゲームだと思うんだよなあれ、うん、キャラクターのデザインもいいしさ、なんだけどあとラグすごいラグいいんだよ、ラグくって頻繁に落ちるもんで、もうちょっとなんか嫌になってきたねまたなんか面白いゲーム出たらそっち行っちゃうかもしれないですね、ラグナドールもやめて、うん、まあ、そのぐらいな感じ。ただまあやること全然ないよりはいいもんで、まあちょこちょこねゲームしながらね、進めながらね行こうかなと思っています。なんか他のいいゲームが出るまでの間ね、な感じですね、うん、今日は割と暖かかったね、冬で、冬も冬って言っていいと思うんだけど、まあ、やっぱ暖かい日と寒い日があるな、うん、そんなところかな。まあ、体の状態もいいし、精神の状態もいいし、頭の状態もすごくいいもんで、うん、やっぱ砂糖は取っちゃダメってことだね、砂糖取っちゃダメだね、うん、食べるものはまあ選ぶ、うん、あと量もまあねあんまり食べ過ぎないようにするっていう、今日ぐらいの量で一応ねやっていくのはいいかなと思っています。今日ぐらいの量ね、あと睡眠大事だな、うん、今日結構たくさん寝ちゃってるけど、今はでもね脳の状態いいんだよ、頭の状態いいんだよ、うん、10時間寝たけどね、まあ、睡眠は十分取れてるっていう感じですね、取りすぎっていう感じでもないですね。甘栗いいよ、結構甘栗いいよ、うん、質のいい甘栗ね、うん、良質な生揚げと良質な甘栗ですね。あとまあ調味料も添加物が入ってない調味料ね、うん、使うのがいいなってとこです、うん、動物性取ってないのも大きいかなこれ、うん、やっぱあの鰹節エキスとか入ってない調味料だね、でやると調子がいいな、うん、あれ
あの玉ねぎのポン酢かつお節エキス入ってんな、でも入ってるな今ちょっと見たけど、あまああのぐらいならいいのかなってところです、うん、あんまりなんかその魚臭い調味料だね、魚臭い調味料はやめた方がいい、うん、なるべく動物性のものはやっぱ取らない方がいいな、動物性のものとあと砂糖だね、ここを排除するとすごく調子がいい、間違いないですね。まあやってみたら分かるってとこです。まあ甘栗は添加物入ってないし砂糖も使ってないんで、まあ砂糖使ってないけどなんかね蜜、うん、水飴っぽいものが使われてるような感じはあるけどね、一応原材料の表示は甘栗だけにはなってるけど、ちょっと喉に痰が詰まりやすいな、まあ冬だからっていうのあるかもしれないけど、うん、やっぱ大根の酢漬けいるかなとか思うんだけどね、あんま作る気になんないんだよな、うん、そしたら実験生活1321日目完了です。それではまた明日。